ロシアを訪れた中国の習近平国家主席は21日プーチン大統領と2日目の会談を行い主権や領土の一体性などの革新的利益を相互に支持することなどに関する共同声明に署名しました。2日間にわたたり会談しし、共同声明を発表し 中国が先月発表したロシアによるウクライナ侵攻をめぐり戦闘停止と外交的な解決を促す和平案についてロシアが建設的と評価しました声明ではウクライナに一方的に対話を迫ったほか中国が一方的な制裁に反対を表明するなどロシア寄りの姿勢も示しましたまた両首脳は経済協力の発展に関する共同声明に署名し 欧米諸国に対抗する戦略的な協力関係を誇示しました。